ご視聴ありがとうございます。しさです。3月は毎日動画を投稿していく予定なので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。今回はロッドリング600の新色カモフラージュグリーンを購入したので開封の方してきました。まさかあのロッドリングからの新色です。説明書のようなものがちょっと入っていて、こちらの写真のラピッドプロと600は自分も同じ色で持っております。では早速どんな色なのか詳しく見ていこうと思います。こちらはカモフラージュグリーンといって迷彩柄でよく使われる色となっております。写真で見た感じブラックとあんまり変わらないんじゃないかと思ったんですけれども、実際に見てみると全然雰囲気が違っていて、カモフラージュグリーンは非常にセンスのいい色だなと思いました。後ろに写っているのはロッドリングの800プラスのブラックでして、ブラックとの違いがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。ロッドリングの600の軸は真鍮でできていて、フルメタルボディのシャープペンで、その重量感がカモフラージュグリーンという色と非常にマッチしていますね。迷彩柄が好きな方にとっては本当にタイプの色だと思います。渋くてカモフラージュグリーンという名前の通り目立つことのない色なので、文字を書くことにも集中できるんじゃないかなと思います。ロッドリングはドイツ語で赤い輪っかという意味がありまして、その赤いリングと赤いロゴの部分が艶消し塗装された真鍮のボディに非常にマッチしています。等間隔でとても美しいローレット加工もロッドリング600の特徴なんですけれども、ペン上部のコード表示窓の部分にもついていまして、とても回しやすい工夫がなされています。ロッドリング600はもともとシルバーを持っていたんですけれども、こういう新色が出てくると買わないわけにはいかなくなってしまいます。限定色にして消費者の購買意欲を煽る戦法ではないので、まだ好感が持てるんですけれども、3色も新色で出てしまいますと他のカラーも気になってしまうところです。こういう新色や限定色ブームが起こっている今日で、まさかロッドリングまでその手に走ったかといった感じですが、とてもかっこいい色なので、ロッドリング500や800、それからラピッドプロとかにも新色が出てほしいなと願っております。ロッドリング300、500、600、800、800プラスの数字シリーズの中では、個人的には600が一番書き味が良くて、ガタつきが少なく気に入っているモデルなので、カモフラージュグリーンを使う機会がこれから増えていくんじゃないかなと思っております。これまでブラックとシルバーの2種類のカラーのイメージが非常に強かったロッドリングですが、ロッドリング600のみにこちらのカモフラージュグリーンとマダーレッド、アイアンブルーの3色が新たにラインナップとして追加されました。新色の他の2色は結構主張が激しめな色で、描いていると疲れてしまうなと思ったので購入まで踏み出せなかったんですけれども、結構今マダーレッドとアイアンブルーも欲しくなっちゃってるので、また決心がついたら買おうかなと思います。ロッドリング600の本当にいいところは描き味の良さなんですよね。一切ブレない感じが非常に完成度が高く、内部のパーツにも非常にこだわっているのがわかります。正常シャープペンは先端に行くにつれてカクッと細くなるのが多いんですけれども、ロッドリング600は正常シャープペンの中でもズバ抜けて一気に細くなっていくので、ペン先の視界は自分の持っているシャープペンの中でもかなり優れている部類に入ると思います。値段は3000円プラス消費税となっております。本格的な製図用シャープペンだと思うので、3000円のクオリティは十分にあるんじゃないかなと思っております。ただフルメタルボディで結構ずっしりとしたシャープペンなので、先端のガイドパイプから落としてしまったら1コロで曲がってしまうと思います。そういう面ではロッドリング800とか800プラスは先端のガイドパイプが収納できるので、優れているなと思います。本当にいい値段するシャープペンなので、取り扱いには十分注意する必要があると思います。あとは塗装の剥がれが心配だなと思っていて、極力ペンとペンを隔離することができるペンケースに入れていこうと思います。ということで今回はロッドリング600の新色カモフラージュグリーンの開封の方してきました。とてもかっこいい色で惚れ惚れしております。このチャンネルではこんな動画を作ってほしいといったリクエストも常時受け付けているので、コメントの方よろしくお願いいたします。 Twitter と Instagram もやっていて、動画を撮影する際にいい写真が撮れたら随時更新しているので、興味のある方はぜひフォローしていただけると嬉しいです。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。